ドジャースの山本由伸投手26が9日、日本時間10日、翌10日、同11日に控えた復帰登板となるカブス戦の先発に向けてメディア取材に対応。意気込みを語った写真、ドジャースタジアムでの練習中に談笑する山本、大谷、今永。山本は約3ヶ月ぶりとなる復帰戦へ。 やっぱり長く期間が空いたのですごく楽しみです、と胸を踊らせた。マイナーでのリハビリ登板は2試合とも2イニングだったが、明日どのぐらい投げるか、あれ、わからない、ですけど、しっかり試合で投げる準備はしてきましたと力を込めた。また、復帰登板はカブス今永翔太とメジャー初の投げ合いとなる。昨春 WBC では侍ジャパンの一員として共に世界一に貢献しただけに、 やっぱあの、メジャーの同じ試合で登板できることがすごく嬉しく思いますし、しっかり自分のピッチングができるように落ち着いてプレイしたいと思いますと意気込んだ。この日の練習中には大谷と共に今長の元へ向かい、数分間談笑。どんな話をしたかについては、ご挨拶ですとニコリと笑った。ポストシーズンに向けて、今後の試合はどれも大事になってくるが、 とりあえず9月の試合を1試合ずつしっかり投げて良い状態で、10月にどんどん調子を上げていくところで10月に入れたらいいなと思いますとした。自身が離脱中にグラスノーやカーショーらも故障後リスト入りするなど、先発陣は怪我陣が相次いでいる。プレッシャーがかかるかどうか尋ねられるとそこは変に余裕持ってるわけでないですけど、特にそういうのは感じない方がいいので、感じてはないですとし。 周りのトレーナーさんだったり、フロントの皆さんも急がせるような声かけは一切なかったので、とにかく落ち着いてしっかり治して戻ってきてくれ、とずっと言っていただいたので、しっかりじっくりとリハビリに取り組めたと思いますと焦りもなく、復帰に向けて調整を重ねられたと周囲に感謝した。